スタジオバーサイドへようこそ。もう閉店してますけどね、皆様おなじみの、意外と好評のスーパー大人クラブのお時間でございます。はい、今日はですね、以前にも紹介した高橋香織さんです。はい、なんていうんですかね、この清純そうな女性がちょっとこうキャミソールを着ているというだけで、当時すごくこうエロに感じたんでしょうね。でこちらダーン、なぜか椅子に座って膝を上げている、当時はエロに感じたんですね。ちなみに、本体価格3000円でございます。このあのなぜかソファーに横たわるというのがですね、当時のこのイメージビデオの定番でして、まあ確かこれロンドンかなんかでロケをしてるんですよね。ロケ地、そうですね、イギリスロンドンに書いてありますね。結構ねこれエロ要素抜きに面白かったんですよ。私ロンドンは行ったことがないんですね、実は。好きなんですけど、で、あのロンドンの街並みをずっと映してて、それを見てね、ああこういう空気感なんだっていうのね、まあ、全体的にねイギリスなんで曇りが多くて、女性の方ってこういうのを見ると全部エロ要素で見てるのかと思われるかもしれませんが、私の場合ですね、9割ぐらい女の子なので、どっちかというとですね、その女性のファッションを見たりね、あとはその街中のそのちょっとした風景であったりとか、そういったものを見たくて見てました。はい、まあ、当時はそういうふうに思われず、いろいろと、クレームがつきましたがこういうのいっぱい持ってたんですよなんかね、イメージビデオが好きでね、それぞれのそのなんていうのかな、ロケ地での出来事とか、あとそのちょっとしたこう仕草とかね、今に生きてます。はい女性のね楽曲を書かさせていただくことが多いんで、で、今日は知り合いとね話になったんですが、大学生さんなのかなの、まあユニットをやられてる方でね、全部自分たちでやってますって言ってますよっていう話を聞いて、それおっしゃるのは自由であって、じゃあそんなことが本当にできるのかって言ったら、これできないんですよね。ちゃんとこの世の中にはゴーストライターという職業がございまして、そういう方がですね、まあアドバイスではないですが、ざっくりしたこうデッサン的な曲を書いてきてもやっぱり荒削りなわけですよ。まあ、とても素敵な曲であってもね、ちょっとしたところにその売れるか売れないかのポイントがあって、まあ、そういったものをアドバイスするようなアドバイザー的なね、そういう人が存在するのは事実です。私の場合ですと、私が作った曲は、ざっくり言って、4分の4拍子でありながら極めて4分の3拍子に近い、流れになってしまうんですね。これを修正していただいているのが、ボーカルのトレーニングをしていただいているサイマリコさんですね。サイマリコさんのサディスティックなレッスンはですね、3分の3拍子を無理やり4分の4拍子で歌うという、はい、これはですね相当難易度が高いです。
それをまあ約1時間半ぐらいの中に凝縮してレッスンするんですが、もう途中ですね、涙目になるんですよ。男の子なんですが、レッスンっていうのは厳しければ厳しいほどありがたい。はい、私の、ギターのエレキギターのね、先生である、加納治先生も最初は優しかったです。はい、徐々に厳しくなってきて、今では、相当厳しいです。はい、まあそれだけ期待していただいているということですよね。ありがとうございます。はい、で、私のクラシックギターと、まあ、歌の師匠である、もう本当の、まあ、父親代わりですね、レイ・アルフォンス・ショーダシに至ってはですね、もう厳しさこの上ないですね。はい、本当に厳しいんですよ。はい、すいません、夜なんでタバコ失礼します。厳しくされるっていうことは本当にありがたいことなんです。例えばね、タバコの吸い方のマナー一つからしつけられるんです。皆さん、タバコを最初吸うときに、最初に火をつけるときの最初のつけ方ね、最初に強めに火をつけるんです。そうするとしっかりと先端が燃えるんですね。これね、私指摘されてたんですけど、吸ってる最中で途中でこう変な燃え方になっちゃうんですよね。だから、私そもそもタバコの吸い方のマナーがなってないよって言われて、長年タバコ吸ってますけどどう違うんですかって言った。最初に火をつけて強めに吸って、で香りを楽しむ。でその後はそんな肺に入れるようなことはせずに、もうこうくぐらせる感じでね、残りを楽しむ。そんな全部肺に入れてたらもう苦しくなっちゃいますし、歌も歌えなくなっちゃいますから。で、タバコというのは何種類かございまして、チャコールフィルターというね、フィルターがついているものと、こういった普通のね、ただの何でもないフィルターがついているものがあるんですが、チャコールフィルターがついているものっていうのはね、ちょっと香りが悪いんですよね。で、一番香りがいいのはピースだと思ってます。はい、実際、まあ電子タバコを好きな方はケミカルなね、香りがお好きなのかもしれないですけど、私はどうもケミカルな電子タバコというのはなんか香水をまき散らしているように感じて、あまり好みません。はい、これはもう人の好みなので、いい悪いの問題じゃなくて、私は好きではないということです。私が好きではないかどうかはそれは自由じゃないですか。そういった方は多分、私の吸ってるようなピースの香りを嗅いで、タバコ臭いと感じるんでしょう。はい、で、自分でね、タバコ臭いだろうと思って、まあ、いろいろ、フレグランスみたいなものね、使おうかなと思ったんだけど、それはやめろと言われました。なぜなら、その何と混ざっても柑橘系が好きなんでね、柑橘系のフレグランスと合わせてもやっぱりピースの香りとうまくマッチングしないんですよね。で、実際問題は、その人間には必ず体臭があって、それはいわゆるフェロモンですよね。ほとんどの場合、男性も女性も視覚で
好きになることってまずないんですよね。香りとか雰囲気、まあ、その場の空気感みたいなもんですよね、うん、そういうことでその女性を好きになったり嫌いになったりするものでございます。私にも当然好きな女性はいます、はい。まあ、その人が醸し出す空間はですね、まるで張り詰めたピキーンとした世界なんですけど、それがまた心地よかったりするんですよ、最初の頃は優しかったんですけどね、だんだん厳しくなってきて最近はなんかこう、っていう感じなんですけど、それはそれでまた楽しかったりするんです、明日もお会いすることになりますが、みんながいるときは結構笑ってくれるんですけど、二人っきりになるとこう、なんていうんですかね、っていう空気になるんですよね、はい。まあ、それもそれでいいんじゃないでしょうか私にとってはとても大切な人です。本当にね、心が折れちゃった時にね、助けてくれたんですよ。で、今は多分あんまり心折れなくなっちゃったんですよね。折れすぎちゃって。で、本当に店の端でね、メソメソ泣いてる時は本当に優しい言葉をかけてくれましたし、本当に感謝してます。で、今はというと、若干ね、私の方が、まあ少し余裕ができたっていうと言い過ぎかもしれないですけど、つまんないのかもしれないですね。ちょっとたまにメスメスしてみようかな。まあいろいろありますよ。というわけで、11月15日スーパーオトナクラブ、これにて終了させていただきたいと思います。本当にね、本当に食べられない時は体重が62キロぐらいまで落ちたんですけど、今は若干ね、まあ、お肉もついてきて、少し細い声だったのがね、バーンと前に出るような、声になってきました。あとね、筋トレは欠かさないんで、楽器とか、声はね、筋力です。これも筋力です。ギターを探すときに、力がないから軽いギターを探すとではなく、ギター基本的に重い方が音がいいんで、できるだけ重いギターを選んで、それに合わせて自分の筋力をつけたらよろしいかと思います。このレスポールカスタムも相当重いです。木が詰まってるんでね、やっぱり軽いギターっていうのはどうしてもね、軽い音がしちゃうんですよ。セミアコだったとしても軽いものよりも重い方がやはりいい音がします。軽いギターでいい音がするというのはまずないですね、はい。で、レスポールを買われる際はぜひ重いものをね、選ばれるとよろしいかと思います。私も以前5キロ近くあるグリーンの、レスポールを所有してたんですけど、あれを手放したのはちょっと後悔しますね。まあ、若干弾きにくかったのと、なんとなくグリーンのレスポールっていうのがあまりにこうスラッシュさんのイメージが強くてね、なんか被るんで嫌だったんですけど、で今はね、友人のギタリストが持っている、2016、アイスティというね、これ非常にいいギターです、はい。これが欲しくてですね、貯金しようと頑張っております。
まあ、4月のステージの時にはこちらの黒いレスポールを使う予定です。特にね、まあ、これこのギターに関してはくれると言ってくれたんで、エスカッションと呼ばれるね、このピックアップのこのカバーの部分なんですけど、カッターでピックが当たるんですよ。こう削ったんですけども、非常に弾きやすくなりました。そういう細かいファインチューニングみたいなものっていうのは必ず重要なので、なるべくどうしてもそうしか弾けない方は仕方ないんですけど、こうピックブリッジに固定してね、こう弾くのではなくて、なるべく自由に、ここは自由に。特にジャズギタリストなんかもかなりフロントのピックアップ側で弾くんでね、自由度があった方が将来いろんなプレーができると思います。何かの参考になれば幸いです。それでは、1月15日スーパー大人クラブ、これにて終了させていただきます。本日は、高橋香織さんでした。はい、メルカリに出品しようかなと思ってるんで、よろしかったらお買い求めください。それでは See you next time です。おやすみなさい。